皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、 OG 塚オタ恒例企画、ちさきマリア一問一答ということで、はい、やってまいりました恒例のねアンケート企画なんですけれども、今回もねもうたくさん質問をいただいていたので、10分間でどれだけ答えていけるかチャレンジしていきたいと思います。ストップウォッチもちゃんとね用意しているので、10分間測っていきますよ皆さん。それでは早速いってみましょう。はい、さあそれではスタートしていきましょう。一問一答スタート。はい、まず最初こちら、舞台写真は誰が選んでますかという質問ですね。これは、あの、舞台写真がね、まあ、出るような生徒さんのもとに、編集さんが写真を持ってきて、その中から本人たちが選んでいるというものがあります。あとは編集さんがね、どうしてもこれも出したいっていうおすすめの写真があったら、それも出るような形になっています。はい。では次の質問が、こちら。一度使ったカツラを他の作品でも使いますかという質問ですね。これはね、私は使ったことがないです。うん。あの、一回使ったものはもうそのままお返しして、カツラ屋さんにお返しして、で、毎回新しいものを作っていくっていう形にしていたので、同じデザインで作ったこともないですね。はい。では次の質問は、こちら。さよなら賞は千秋楽だけなんですか?という質問ですね。これに関しては、あの、トップスターさんのさよなら賞に関しては、前楽、まあ、千秋楽の前の日ですね。の、あの、公演と、あとは、千秋楽の公演に着くので、計2回行われるんですよ。なんですけれども、トップ娘役さんとか2番手さんのさよなら賞っていうのは、千秋楽の1回限りのみとなっているんですね。なので、まあ、ね、次、真風鈴穂さん対談公演が控えていますけれども、空組トップコンビのさよなら賞は2回。で、雪組の浅月きわちゃんね、さよなら賞控えていますが、これは千秋楽の1回のみっていう形になります。はい。では、次の質問が、こちら。歌唱指導って何ですか?という質問ですね。これね、私本当に私たちがいた時は、それを歌唱指導って呼んでなかったんですよ。っていうのも、あの、今ね、歌唱指導って呼ばれているのが、その一本物の作品のお芝居が終わって、すぐにフィナーレナンバーに入るじゃないですか。で、そこで、まず競り上がってきて、一人歌う人がいますよね。まあ、通常2番手さんなんですけれども、今回ね、雪組さんでは、あの、和樹空くん、3番手の空くんが歌唱指導にね、選ばれています。で、こうやって競り上がってきて歌って、銀鏡を渡っていく。これを歌唱指導って言うそうなんですけど、私たちの時はそれをそういう風に呼んでなかったので、私もファンになって初めて知りました。歌唱指導って。何の歌唱指導なんだろうなってずっと考えてたんですけれども、指導するから歌唱指導じゃないのかとかいろいろね考えてたんですけど、理由はね私もわからないんですよ。いつから呼ばれているのか。うん。なので、まあ今歌唱指導って呼ばれるのはその2番手さんもしくは3番手さんが一本物の作品で競り上がってきて歌って銀鏡を渡っていくっていうことをそう呼ぶそうです。はい。では、次の質問はこちら。どうやったらタカラジェンヌのヘアメイクさんになれますかという質問ですね。これ雑誌とかでね、メイクしてみたいなっていうあの夢があったりするんだと思うんですけれども、タカラジェンヌのメイクって、まあ、基本舞台は自分たちじゃないですか。で、他でも雑誌とかでも自分たちでやる時もあるんですよ。で、それ以外の時って割と千春さん、あの OG のね、千春さんがヘアメイクについていらっしゃるので、今はね、結構どうなんでしょうね。他から入れる隙があんまりないんじゃないでしょうかね。自分たちで雇うってこともないですからね、タカラジェンヌは。ほぼ自分たちでメイクができてしまうので。うん、なので、まあね、どうなんでしょう。タカラジェンヌのヘアメイクになるっていうのは結構狭いかもしれないです。はい。それでは次の質問がこちら。対談したい公演を自由に決められるんですか?という質問ですね。これはね、まあ、トップスターさんとかはね、ある程度劇団とこう対談の時期を話し合いながら、ね、進めていくので、ある程度の公演っていうのを自分たちでこう、分かっている状態だとは思うんですけれども、その他の生徒さんって、まあ、対談するタイミングはもちろん自分で決めますし、その、自分がやめる公演がでも、一体どんな作品なのかっていうのは、全然わからない状態なんですよ。稽古が始まらないとわからないので。なので、この公演でやめたいっていうのを自分で決められるかっていうと、ちょっと全部は自分で決められないですよね。だって、うん、難しいです。はい。さあ、次
の質問がこちら。どうやって生徒さんの名前と顔を覚えたらいいですかっていうことですね。これはね、もうね、ひたすら宝塚の舞台を見て、乙女を見てっていう素顔と舞台化粧とをしっかりと一致させていく作業がね、必要になるんですよ。もう、これでも慣れてきたら絶対わかるようになります。そして名前、顔が覚えられたら名前を乙女にしっかりと合わせていく。もうね、これをやっていけば、私ファン時代は歩く乙女って言われていたので、全部覚えていました。はい。なので、もうひたすら乙女を見る。ひたすら舞台を見る。ひたすらスカイステージを見る。もうこれのみです。はい。では次の質問がこちら。他の組の上級生のお手伝いはできますか？ということで、これはできません。自分の組の上級生のお手伝いだけとなっています。はい。では次の質問がこちら。私生活の中で宝塚での習慣が生かされていると思ったことはありますか？っていうことですね。これはね、なんでしょうね。まあ、お化粧が早いとか、あと着替えるのが早いとか、あとは、まあ、ご挨拶とかをね、するときは、必ず立ち止まってご挨拶をする。ながらなんとかっていうのはあまりしないかもしれないですね。必ず何かをするときは、立ち止まって何か、動作を止めて何かっていうのが多いかもしれないです。あとは階段を見ないで降りれる。うん、これはそうかもしれないです。はい。では次の質問はこちら。レイさんを好きになったきっかけは何ですか？ということで、初演のロミオとジュリエットの愛、これを見た時にもうね、びっくりして、そこからずっとこっちゃんを見続けています。はい。では次の質問はこちら。宝塚が110年近く続いている理由は何だと思いますか？っていうことですね。もうね、これはやっぱり伝統があるということなんですよね。しっかりと受け継がれているものがあるからこそ、生徒たちもその伝統に従って生きていく。そして、ファンの皆さんの中の伝統もあるんですよね。で、親子三代、やっぱりファンでいてくださる方々が多くって、そうやって変わらないもの、普遍的なものがあるからこそ、宝ジェンヌも宝塚も愛されているんじゃないかな、と私は思っています。はい。では次の質問がこちら。音楽学校の授業の科目は何かありますか？という質問ですね。音楽学校の授業、今はね、多分私たちの時とちょっとカリキュラムが違うと思うんですよ。でも私たちの時はもちろんクラシックバレエとジャズダンスとか、あとは、お芝居がありますよね。で、音楽、もう音楽史とかもありますし、新曲師匠もありますし、声楽のレッスンもありますし、ピアノのレッスンとか、お茶とか、あと日舞で、コンテンポラリーみたいな、ああいうのもあったりも、結構ね、多いんですよ。でも、座学は音楽の歴史を習う時ぐらいですかね。あとは、まあ、そうですね、コーラスとかも、座学ではないですもんね。なんで、もう実技ばっかりです。はい。では、次の質問が、こちら。秋をモチーフにした作品何かありますか？という質問で、これはね、秋冬へのプレリュード、もうこれが絶対おすすめです。はい、私大好きな作品です。あと、秋がモチーフではないんですけれども、私は It's a Love Story という花組の昔のね、アンジュミラさん、まあ、森田美春さんの時期のそのショーが大好きで、ここで結構秋の場面が私は好きだったので印象に残っています。はい。で、次の質問がこちら。マリアさんの注目の生徒さんを教えてくださいということですね。注目の生徒さんもそんなこと言ったらいっぱいいますけれども、やっぱり私はその真ん中にね、立っている人たち以外だと、星組の先っぽくん、総武先穂くん、そして花組の雪大也くん、大也くんも好きですね。で、そうですね、あと誰がいるんだろう、もう時間あと、そう、空組の千野丸くんとか、もうね、あと月組のローリアくんとか、もう大好きです。もう注目しています。はい。では次の質問、こちら。娘役目線で男役さんのキュンポイントを教えてください。男役さんのキュンポイント。やっぱりね、男役さんがこう、手をね、こう顔に添えてくださる時とか、ふっと腰を抱いてくださる瞬間とか、あと、見つめ合ってる時にニコってしてくださる瞬間とか、もうそういう時にキュンってしましたね、私は。はい。では次の質問はこちら。アーサのトップ就任はあると思いますか？という質問ですね。これは浅見純さんですね、雪組のね。アーサ、私はあくまで私の考えですよ。現状雪組のしっかりとした2番手さんという立場を確立しているので、私はアーサはトップになってほしいなと思っています。うん、なってくれると信じていますっていう答えでいいですか？はい。あ、もう大変だ。もう次の声が、次の質問が最後になります。次の質問はこちら。
公演の演目はトップさんの声が反映されるんですかという質問ですね。これに関してはね、トップさんの声が反映されるってことはやっぱりないと思うんですよね。そんなに多少はあるのかもしれないですけど、まあ大方プロデューサーの意見、そして演出家の意見で、歌劇団のその幹部の皆さんの意見っていうことなので、毎公演トップさんの声が反映されるっていうことはないと思います。最後の公演、まあ、対談の公演とかに関してはもしかしたらあるのかもしれないですけれども、基本的にはトップさんも生徒なので、まあこういうことはプロデューサーなり、その役員の皆さん、宝塚歌劇団の皆さんが決めることに従っていくという流れになります。はい、ということで10分経ちましたのでここまでとなります。もう今回もね、本当にたくさんの質問を皆さんね寄せていただいてありがとうございました。またね、定期的に行っていきたいと思いますので、ぜひご参加ください。概要欄にね、インスタグラムの詳細貼っておきます。それでは今日の動画、面白かった、役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンを押してもらえると、私も励みになります。よろしくお願いします。さあ、今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。